どうも、ハマチャンネルのハマちゃんです。本日はこちら、ポートレートオブパイレッツワンピースプレイバックメモリーズネフェルタリビビの紹介です。どうぞよろしくお願いいたします。まずは外観ビューです。外観はご覧のようなデザインで、カラーリングもデザインもいい感じとなっております。ブルーを基調としたデザインがビビにふさわしいです。続きまして右側面です。踊り子のビビさんがプリントされております。続きましてバックビューです。ご覧のような形でビビのポージングがプリントされております。原型製作は木林則夫さん、彩色塗装はタウ模型、本当鮮やかなフィギュアとなっております。続きまして左側面ビューです。筆記体英語でネフェルタルビビと記載されております。また背景は砂漠をイメージした絵となっております。そしてセンターにはアップのビビさんが写っております。続きまして上面ビューです。上面はご覧のようなデザインで、ポートレートオブパイレッツプレイバックメモリーズネフェルタルビビとなっております。最後に側面ビューです。側面は青を基調としたシンプルな文字のみのデザインとなっております。それでは開封していきます。レッツゴー。それでは開封タイムスタート。3倍速の早送りで再生していきます。ブリスター越しビビさんです。続きまして内箱ビューです。華やかな青を基調としたデザインとなっております。本フィギュアは専用の支柱が2本付属するため、取扱説明書が同付されておりました。台座、ビビさん、支柱台、支柱章となっております。左足に支柱章を挿して、羽織の部分に支柱台を取り付けてフィギュアを固定していきます。はい、それではブリスター越しのビビちゃんを開封していきたいと思います。こちらも倍速3倍で早送りで開封していきます。はい、台座ビューです。クリアのブルー色で本当に綺麗です。続きまして支柱台です。こちらが支柱章となっております。はい、ビビちゃん本体ビューになります。どうですか？躍動感すごく美しいポージングです。はい、続きまして組み立てビューです。まずは台座にフィギュアを固定していきます。右足のくぼみに台座のダボを差し込みます。一応これだけでも自立はしましたが、右足のダボにかなり負担がかかるため、すかさず支柱章で右足を支えていきます。そして支柱台はストールの造形を支えていきます。これでビビちゃんの組み立てが完成しました。完成です。商品情報、ポートレートオブパイレッツワンピースプレイバックメモリーズネフェルタルビビ、発売価格 13,200円、税込み送料別。商品サイズ全高約 215mm、 商品発売日2021年2月。商品紹介、過去のエピソードから人気キャラを厳選して立体化するプレイバックメモリーズ、そのシリーズ第3弾としてアバラスタ王国の王女ネフェルタルビビが華やかな踊り子の姿で登場します。自分を隠して犯罪機密結社バロックワークスに潜入し、その後麦わらの一味と旅を通じて仲間となった彼女の姿を劇中のイメージ通り立体再現。本フィギュアは2005年発売のビビも手掛けた木林則夫による原型と彩色マエストロタウ模型の手によって、現在の技術の枠を集めた最高のクオリティで皆様の手元にお届けします。ワンピースファンの皆様はお見逃しなく。それでは各部を一つ一つ見ていきましょう。
まずは台座です。台座には対角に花柄が施されております。左中央には POP プレイバックメモリーズネフェルタルビビと記載されております。カラーはクリアブルーで光沢のある台座となっております。足元が台座の反射で映る感じも素敵であります。対角の柄は先ほどと同じ柄となっておりました。右側にはビビをイメージした海賊ロゴがプリントされております。以上が台座ビューになります。続きまして足サンダルビューです。ブルーのサンダルを履いております。指の先まで綺麗な造形となっております。サンダルを履いている造形美が非常に素晴らしいです。くるぶしのあたりも忠実に再現されております。左足は台座に乗せています。このね、躍動感ある足の造形が素晴らしいです。足も陰影塗装が施され素晴らしい彩色となっております。つま先がサンダルの前の方に寄っているところも本当に細かな作り込みがなされておりました。以上が足元ビューです。続きまして下半身ビューになります。まずはこの躍動感ある造形美をご覧ください。ドレスのシワなども細部にわたり作り込まれた造形となっております。バッグも同じくドレスのシワ、躍動感ある造形が素晴らしい作りです。光の加減で変化する彩色も抜群です。このドレスの裾から覗かせる美脚もたまりません。本物の布と思わせる造形美、圧巻です。前側の紫の衣装も躍動感ある造形で素晴らしい作りでした。以上が下半身ビューでした。続きまして上半身ビューです。ビキニトップで踊るビビちゃん、かわいい。ボディラインも美しい作り込みとなっております。腹筋の造形が非常に綺麗です。この辺りのシワの造形も細かいです。右手を上げた脇の辺りの造形美も素晴らしいです。ほんとセクシーなビビちゃんです。ウエストのくびれも美しい。またドレスから見え隠れするお尻のラインもほんとセクシーです。続きましてアクセサリービューです。民族風のアクセサリーを忠実に再現されております。ビキニトップの衣装も素晴らしく、豊満なバストが強調されております。首元から見たアクセサリーも素敵であります。以上がアクセサリービューでした。続きまして左手ビューです。この羽織を掴んでいる造形が非常に美しいです。続きまして右手ビューです。右手の手を上げた曲線が非常に素晴らしいです。また金色のアクセサリーも素敵であります。こちらも羽織を掴んでいる造形が素晴らしいです。このビビちゃんは手などの造形が素晴らしく、美肌で美しく綺麗な彩色でありました。妖艶さも感じさせるビビちゃん、本当に素敵であります。見えますでしょうか、この爪の感じもうまく再現されております。続きまして羽織ビューです。この流れるような造形が素晴らしいです。光の当たり具合で変化する彩色も美しい一品です。本当にね、躍動感を感じさせる素晴らしい造形と彩色の羽織となっておりました。続きましてヘアスタイルビューです。この流れる造形が素晴らしいです。このね、ブルーのヘアも本当に綺麗な彩色となっております。一つくくりで束ねている造形も非常に素晴らしいです。本当このビビちゃん、クオリティ高い一品となっております。最後にフェイスビューです。耳のアクセサリーも忠実に再現できております。ビビの弾ける笑顔が素晴らしく可愛いです。顔は賛否両論ありますが、似ているし可愛いんで僕は好きです。目などのパーツはプリント塗装となっております。
プレイバックメモリーシリーズ、本当にやばい一品です。今後も楽しみです。皆さんいかがでしたか？本日ご紹介したフィギュアは2021年2月下旬に発売されましたポートレートオブパイレッツワンピースプレイバックメモリーズネフェルタルビビです。原型木林則夫、彩色タウモクエが生み出す最高のクオリティ、劇中のイメージ通り踊り子の姿で優美に踊るビビちゃん、動きに合わせ舞う造形と衣装の繊細な塗装など見応え抜群のフィギュアです。皆さんも仲間に加えてみてはいかがでしょうか。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後に写真ビューをお楽しみください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。